放送作家の杉浦と申します。よろしくお願いします。今回放送ちゃんの舞台が、2回目続編ということで、なりました。前回、舞台をやってどういう感じになるんだろうという自分で、恐る恐るの部分もあったんですけど、結果蓋を開けてみたら、見たこともない、見る、叫ぶ、泣く、騒ぐ、抱きつく、今までこんな舞台があったのかっていうような舞台になりまして、なんていうんですかね、ライブでもなくただの舞台でもなく本当に新しいものができたなと。で、毎日ランキングが出たりとか、お客さんが見るだけじゃなくて参加するっていうのは本当にこういうものなんだろうなって思いました。12月といえばクリスマスかホストかっていうぐらいのホストなシーズンでございますので、僕は本当そう思ってるんですよ。なんで本当にすごくね、女性がね、今年の最後にバカ騒ぎで興奮できる舞台になるんじゃないかなと思っております。私のホストちゃんという、もう人気シリーズにまさか自分が声をかけていただけるなんて、みじんも思っていませんでした。まあもちろん年齢的なものもありますし、ここにいる若手のイケメンの皆さんたち、いやもう飛ぶ鳥を落とす勢いの人たちの年齢からするともう全然僕の方が上なので、果たして僕ができることがどこまであるのか分かりませんけれども、僕の本気で、限界までチャレンジしていきたいなと、思っております。よろしくお願いします。数々の伝説を残し、この舞台でも伝説を残そうと思っています。アマオです。よっしゃ、心でほんなら女性来場者口説き対決、イエーイ、イエーイ。さあ、というわけでこれからね、女性記者さんを、記者さんや、女性記者さんをこれから、男前たちが口説いて、ちょっとでも記事を大きくしてもらおうじゃないかと。そうですね。ほんならカノン、カノン、いっちゃおうぜ。じゃあすいません、ちょっとお仕事でいらしてるのにちょっとお付き合いください。どうしようかな。じゃあ行きましょう。はい、カノン、じゃあスタート。インターネットがさ、普及してさ、世の中にね、で俺らはさ、毎日毎日さ、欲しい情報とあんまり欲しくない情報にもこうまみれてんの。そんな世の中じゃない。俺さ、桃子の記事見つけられるかな。これだけのたくさんの人が書いてくれてさ、その埋もれた中でさ、桃子の記事見つけられるかな今日。ちょっとちょっと、ねえ、本気で書いてくれる。そしたら俺は本気で見つけるよ。桃子本気で見つけるから待ってるよ。終わりです。終了。そのやり取りみたいなのを体験されたと思うんですけど、先ほどステージ上でそれの感想っていうのは。いや、やっぱり何でしょう、素では絶対できないですよね。まあもちろんこれだけの皆さんがいらっしゃって、カメラを回していただいて録音していただいてっていう状況もあるんですけども、やっぱり、まあ、何度も言いますけど、本気にならないと、真似事すら本気でやらないとやっぱり無理だと思います。その真似事と言われないように、ホストの本職のホストの方に真似事と言われないぐらい の, 気合というか、カンパニー全員で本気で積み上げていきたいなと思ってます。